え昨日夕方、大阪府平方市でマンションの11階から9歳の子供が転落する事故がありましたが、落下防止のガラス板や立ち木がクッションとなり、命に別状はありませんでした。男の子は友人2人と遊んでいるとき、誤って11階の階段の踊り場から転落しましたが、左足や胸の怪我で済んだと。 いうことです警察によりますと11階から地面まではおよそ 30m で3階部分にはめ込まれた落下防止の網入りガラスに当たって跳ね返った後敷地内の立ち木に引っかかりながら地面に落ちたため奇跡的に助かったものとみられます